ロイヤル・モニサラポン勲章は、カンボジア国王の直令に基づき、カンボジア王国政府が可視する勲章である。モニサラポン勲章とも呼ばれる。文学、美術、教育、司法、行政及び科学の処分野における功労者が受賞する。1905年2月1日に、カンボジア国王シソアット一世により創設され、1905年4月18日に、直令が交付された。 はじめは、カンボジア人とフランス人による保護下にある者及び他のアジア人を授与対象者とした単一等級であった。1948年に、ノロドムシハヌーク国王の改革により3等級に拡大した。1961年に、さらに5等級に拡大され、文学、美術、教育、司法、行政及び科学の分野での功労者が対象となった。 1995年10月5日、ノロドムシハヌーク国王により復興された、五階級である。日本語では様々な階級表記がされている。マハ、シルブッダ、グランクロア、第十字章、十字章マハセナグラントフィシエ、大将交渉、大君イテポドン、コマンドール、司令官章、セナ、オフィシエ、官僚章、商工渉、アスカラリダ、シュバリエ、騎士章。 ありがとうございます。